まればロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日はもう深刻な話がある。ほんまそれ、ガチで困ってること。はい。で、何なのかっていうと、ピロシキーズのチャンネルちょっと広告がつかなさすぎる問題。すぐ剥がれるよね。まあ皆さんあんまりちょっとご存知ないかもしれないんだけど、 YouTube ってね、一応広告が最初に流れるじゃない。あの広告によって、まあちょっとその撮影の費用になったりとか、まあ、ロケの費用になったりとか、そういった形でちょっと費用が発生してるんだけども、もうそれがね、多分ね、下ネタをね言い過ぎたね。だってね、なんかなんでこの映画、この映画じゃない、なんでこの動画が広告つかへんのっていう動画とかもあるやん。もうすぐね剥がれる。で、まあ正直何度もこうやって広告が剥がれると、なんかね、広告が剥がれると、自分たちのから見ると広告がついてると、動画の横にこう緑のマークがつくんだけども、その横に黄色のマークがつくよね。で、それでなんかほとんどの広告主に適さない動画として判断しましたみたいなことが書いてあって、もう、まあ、AI が判断してるっぽいんやけども、あんまりにもちょっと多すぎるとね、目つけられるみたいで、赤番がねちょっと心配っていうことで。まあでもそんな感じがするよね。うん、これで赤番とかにでもなったらガチで困るなって思う。ちょっとやばい、やばいくない？で、試しにな、動画を一つ撮るやんか、で、それと動画をピロシキーズでアップしてみたら、まあ秒速で適さない動画、広告主に適さない動画、そう、最近ずっとやんか、なんか一緒にうちも見てたりするとすぐなんかもう剥がれてるやんみたいな。そうで、試しに他のチャンネル、他のチャンネルでチャンネル作って持ってるのがあんねんけど、そのチャンネルにポイって全くね同じ動画を消してあげてみたら、つきあるね広告。それちょっとやばいよね。これもう目つけられてるんじゃないと思って。多分チャンネル自体に目つけられて、タイトルもなんかランダムな文字とか普通の文字にしてたら大丈夫やねんけどな、こないだのタピオカの動画とかもタイトルに吸引ってロシア人の吸引力を見せつけるみたいなタイトルにしたんやんか。もう吸引って入れた瞬間に、あ、もう吸引があかんの？もう吸引すらあかんねん。あかんの？で、あとなんかサムネイルにハートとか入れてももうあかんねん。ハート入れても、ハートもあかん、やばだから、最近のちょっと動画を見てる人たち多分ちょっとお気づきだと思うんだけども、タイトルがね意味不明な感じになってることが結構多いと思うよね。確かに。あとなんかそんなワードですらもうピー音入れるんだみたいな、こう喋ってたらもうほとんどピーピーが入るっていう、あれも結局ピー音もね入れてないと、どんどん AI が不適切な動画だって判断して広告を剥がしてくるから。でも最近もう不適切だと思われるワードがちょっと幅広すぎて、広すぎる、ちょっと これで広告つかないってどうよっていうような。だって吸引とかもありえないやん。あと他にとか、他にどんな、いや、まあもちろんもうおっぱいもダメだし、おっぱいもわかんない、セックスももちろんダメだし、まあ、もうすぐ言っちゃうことかもダメだし、まあ、それはお尻とかもうねほとんどダメなのよ。割れ目もわかんねん。そう、割れ目も検証したよな。割れ目もわかんねんやって、もう地上波よりだいぶ厳しいなって思って、もうただな、これはもう私たちがやっぱしてきたことやから、あ、やりすぎちゃった、もうね目をね、明らかなんか目をつけられてるのか、まあ、もしくはもう全体的に今 Google さんがすごいそこら辺が厳しいのかわかんないけど、もうこのままやとね、もういつバンされてもほんまにもうおかしくないって思う。方針をね変えます。そうだね、ちょっとなんか変えないといけないから、もう方針も変えないと、やっぱ我々もバンされたらちょっとさすがに ね、やばい。
で、ちょっとこの度変える方針、あの皆さんちょっともしかしたらお気づきかもしれないけど、広告のつかないやばそうな動画っていうのは一旦非公開にして、見れないようにもうなってます。とはいえね、ちなことも言いたいんだよね。言いたい、そういう話もあるやん。そのキャラをなくすわけにはいかないっていうので、さあどうする？もう一つチャンネルを作りました。イエーイ。ね、本来であればたかがね数万人のねチャンネル登録者数しかいないチャンネルがサブチャンネル作るなんて必要のないことなんだけども、そう、ただちょっと今ピロシキーズの状況はまた別の状態に置かれてるから、サブチャンネル作りました。ピロシキーズかっこ肌かんぼ、肌かんぼね、アルファベットな、アルファベットで肌かんぼ入ってるんや。ピロシキーズ肌かんぼ編ってことよ。え、ってことはもうそっちは全て言えるってこと。そっちはもうね、広告とかもいらないチャンネルです。もう一切広告も載せなくてもいいから、だから一旦ちょっとこっちの私たちピロシキーズ側で非公開にした動画はそっちにもアップし直してます。もう実は上げてます。なるほどね。で、ってことは定期的にピーとか言われなくてもいいってこと。そう、もう下ネタを言うときはそっちのチャンネルに全部あげます。え、ってことはもうこれからんちゃんとか言えるってこと。それは分からん、それはバンにならない程度の範囲。あ、なるほどね。少なくともこっちのチャンネルは、うん、もう見てて恥ずかしくないチャンネル。なるほどね。小学生でも見れるような、小学生でも見れるし、うん、ちゃんとしたことをやっていこう。で、まれにもう一つ考えてるのはこっちで普通に動画上げるやんか、ピロシキーズで肌かんぼ編でもうノーカットみたいな。やっぱどうしても自分たちって喋るときに出てきてまうから、多分パチッパチッパチッってそこを切っていくことになるから、もう完全に何もノーカット版を上げてみたりとか。いいね、あとまあ万が一にもバンされた時に、まあ、そっちでどうするかっていう方針を説明できるようにもなるしっていうので、ちょっとねこれからはしっかりと使い分けていこうって。大人用と全般的に使える、そう、公式なピロシキーズとピロシキーズ肌かんぼ編。ちょっとね、うちもね思ったんだよね。なんか前こう歩いてる時に、あの幼稚園児が「え、ピロシキーズじゃないの?」みたいな言ってて、「うん、うわこれ見られていない大丈夫なの?ね」みたいな。申し訳ないよね、ピロシキーズダメだよと思って。もうなんか、あとなんか街でやっぱ声かけてくる人も「あ、すいません、あのピロシキーズ見てます」みたいな、なんか顔あからめながら言ってくるのよ。そんなあからめないといけないの、私たち見るのって確かに恥ずかしいのかもね。もうね、だからでもね、うん、俺はやっぱりそういうのを全部隠していくっていうのは本来良くないと思う。もうそうやって遮断して遮断していったら、そのストレスって結局さ、うん、溜まっていくやん。全てを出したいよね絶対。そう、自分たちだけじゃなくて社会的にもこういうものは良くないからっていう風に隠していくけど、うん、それって結局追いやられたところの先でどうなるかっていうと、俺はやっぱりなんかこう違法なところで結局はびこったりとか、うん、なんかその正常ではない形ではびこっていくの違うかなって思うから、自分は別にもう性的なことを言うとかそういうのって、まあ TPO はあるよ、もちろん TPO はあるけども、あんまりにもねこうそれを言うのが良くないっていう風にするのはどうかとは思うから、バランスはちょっと取ってはいくけども、とはいえコンセプトはやっぱこっちのチャンネルは綺麗なことをやっていくことにします。ちょっと企画もどんどん変えていこうかなって思う。うんうん、まあ、今月やったらな、なんかバーベキューに行ってみようとか、なんかバーベキュー、そう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 、あと実はちょっとね、まあいろいろ変身企画とかね、まあ、なんかいろいろ考えてはいるんだけども、まあちょっと正常なものをねちょっとやっていこうかなっていう正常じゃないものをあげていたみたいな感じで。そうね、だってもうさ、なんか正直さ、あの企画も人気やったねんで、あの世界のちょっとエッチな話、うん、テレサちゃんのやつもさ、あれ相当カットしたで。
こっちでアップするためにもうね、あれ撮ってからアップするまでの間にもうほんまに1ヶ月以上あったねんけど、なんかアップしては剥がれ、アップしては剥がれっていうので、もう良くないところを切って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 、やっとついたってところでアップしたから、あれ結局もうエッチな話ほとんどエッチな話にもなってないし、で、あとなんかその音が悪い悪いって言われるのもあれなんだけども、あえてもうね AI に見つからないようなやり方をやってきてたんやけども、もうねもう見つからない、もう AI はもうね強すぎる、見つけてくるもうダメ。まあ普段のね相当言ってんで、普段の私たちは、うん、普段の私たちは相当やばいです、相当言ってるから結構ね怒られると思うけど、まあまあ自分たちの個性を消さないためにも、まあ、こうやってちょっと分けてやっていこうかなと思います。それはいいと思う、うん、楽しみ、これからの、そうやね、アップを、うん、早速だからもういよいよちょっといろいろ試していきたいなって思うから、まあ、ちょっと新生ピロシキーズ&ピロシキーズ肌感冒編をぜひお楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。今後ともピロシキーズを下に載せてるから、そう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 、下に登録するところ載せてるから、概要欄から行っていただいて、肌感冒編行っていただいて、で登録、まあちょっとでもね興味あればね、もう私は綺麗な方しか見ないよっていうことだったらもちろんそれでもいいんだけども、うん、ちょっとそうじゃないピロシキーズも見ときたいなっていう方はぜひ行ってみてください。あと、まあ、万が一にもないとは思うけど、これから綺麗なピロシキーズやっていくから、万が一例えばね、バンされるとか何があるかわからんか、やっぱ AI でやってるから、まあ そうね、うん、そういう時には肌感冒編でどうするかとか、そういうことも挙げていくので、ぜひチェックしてください。今後とも新しいピロシキーズを視聴していただけることをよろしくお願いしますってことかな。ねえ、日本語日本語がわかんねえ、あんたな、日本語わかんな、最近あかん、もうなんやねんこれもう下手くそやねん、ちゃんとしたさ、日本語喋られへんねん、ちょっとスラム系で喋っていいかな。いいよ、んじゃあ、関西まずな、まずな、ちょっと待って、まず日本語がな、スラム系で喋ってみてええかなっていうのがまずね、日本語としておかしい日本語にスラム語ってないからな。あ、ないの。いやでも、要はスラン、関西のさ、あ、そっか、スラングかまずスラングやし、それスラング語も、日本語は別に関西弁とか青森弁とかいろいろあるけども、とにかく、うちはめちゃめちゃ日本語下手くそなんです。以上、以上、現場からお送りしましたでいいんかな。いいんじゃない、これ止めようか。